京都府京都市左京区田中門前町7に本部を置く日本の私立大学である。2004年に設置された。大学の略称は k 区議京都情報大学院大学は京都府京都市にある大学院大学である。専門学校の京都コンピュータ学院を母体として2004年に情報技術専門の専門職大学院として開学した。 民間と他大学から教員を多数採用している。また、入学する学生も多様な人材を広く受け入れている。日本国内の教育機関では唯一、エドゥードメインを持っている。2012年4月には、札幌に、同年10月には、東京にサテライトを開設し、京都府外へも進出している。社会のニーズに応え、時代を担い、 時代をリードする高度な実践能力と創造性を持った応用情報技術専門家を育成する。独 SAP 社の ERP ソフトウェアを教材として用いており、在学中に SAP 認定コンサルタント試験に合格する学生を出している。国際戦略デザイン研究所が提供する日本国内のも MBA 大学院格付けにおいて、 もおよび MBA の計1 0 9コース中2位と評価されている。週刊東洋経済10月27日特大号の本当に強い大学私立大財務力ランキングにおいて成長度の分野で全国約620の私立大学のうちトップと評価。財政余裕度の分野でも12位となり総合評価にあたる財務力の強い私立大学総合ランキングは21位に ランキングされた。京都を代表する、ジェネリックトップレベルドメイン。京都の管理主体として、運営を行っている。教員に関しては、京都情報大学院大学の人物を参照。大学院 &MBA レーティングス、国際戦略デザイン研究所出展、2012年10月27日、週刊東洋経済特大号。ありがとうございます。